出てこうふーってやる、なんかこう深呼吸したくて、その時にあめっちゃいい天気と思って、あなんか休みの日にカーテン開けてすぐ撮った一枚です。ちょっとじゃあ朝日なイメージですかね。あそうですね、タイトルをつけたちょっと起きたの昼くらいだったちょっと言ってみようか ずっとレンズには映ってて、はい、その下に反転して一発勝負でいきました。なんかこれで余計に世界観が不思議な、この背景も生かしたカメラマン生かしたって言っといてくださいたまたま何もしなくてもこうなります広瀬さんが逆にこう撮られる時のこだわりでありますか。もういかに二重顎にならないかですもういかに引きすぎると、はい、多分なっちゃうんですよね。引きすぎても顎出した方がいいんですかねちょっとねこうしゃくれ気味の方が